皆さんこんにちは。今回のようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出しましてファミリーマートアソシ役所前店さんにお邪魔しています。今月2月1日から始まりましたコンビニでの各種証明の交付について市長と一緒に体験していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみに、マイナンバーを使って住民票とか、印鑑証明書ですか、すごく便利になってそれが手に入るというのは今日初めての私も経験でありますので、一つしっかりとやってみたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速中に入っていきましょう。はい、はい、じゃあ、はい、こちらですね。じゃあ参ります。はい、こちらがその自動交付機になるんですが、必要になるのがマイナンバーカード。そうですね、このマイナンバーカードが必要だし、これはもう早々と作っていましたけれども、今日使うのが初めてですね。ですから要領を得るのか得ないのかちょっと分かんないんですけど、一生懸命やってみたいと思います。今日はですね、市長に住民票を取っていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。わかりました。それじゃあ住民票を今から取るようにしっかりと、まず行政サービスというところを押して、いらっしゃいませ。そしたら今度は、証明書の交付サービス、コンビニ交付というところをポッと押せばいいんですよね。押した後にこれに同意をしますかしませんかというのが出てきますから、もちろんこれは同意をしますと。次は自分の持っているマイナンバーカードをこちらの横にあるところにこのように置いて、そして次に進みますと。ここでお住まいの市区町村の証明書というところですから、ここを押していただいて、これを確定ということでまたボタンを押す。そしてその後に今度は暗証番号がありますので、自分の暗証番号をこうか、はい、住民票の写しということでボタンを押します。そして確定ですということを押して、本人のみということですね。で確定をもう一度押しますと。料金をここで300円ですよね、入れて、その後に今度はプリント開始ということで、これを押せばいいんじゃないですかね。はい、開始します。もうこんなにもうこうやって早速出てまいりました。市役所とかあるの本庁とか首相とかに行かなくても、近くのコンビニでこのようなことがもうすぐ手続きとして手に入ることができるようになりました。まあ、ちなみに阿蘇市内には11箇所ありますので、どこでもマイナンバーを使っていただければこのような証明書がすぐ取れますし、緊急にどこか出張したりとかいうことでも、全国どこからでも阿蘇市で作ったマイナンバーカードをご持参をしておられば、どんなところでも手続きができるようになりますので、すごく便利だと思っております。まあ、ちなみに平日ももちろんでありますけれども、土曜日とか日曜日、そしてお休みの祭日の日でも朝早くから夜遅くまでコンビニの方でこうやってマルチコピー機というものがありますので、そこで先ほどの手続きをしますと簡単に手に入ることができますので、すぐに次の手続きを進むことができるということで便利です。ぜひともマイナンバーカードを作って、このような便利なサービスをさらに受けられることをお勧めをいたします。ちなみにですね、市役所そして内巻支所に現在設置してあります証明書の自動交付機なんですが、今年の9月末をもって、交付ができなくなりますので、はい、その後はですね、もうこちらのコンビニ交付が便利ですので、皆さんぜひマイナンバーカードを取得されて、こちらのコンビニ交付をされてみてください。とても便利ですので、ぜひとも早く手続きを済ませていただければと思います。市長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後にですね、はい、今月のクイズをお願いします。クイズですね、
クイズは来月の3月に入ると阿蘇の春を思わせてくれる、国の重要無形文化財の農耕祭事の一つでもありますけれども、田作り祭りというのが行われます。その時3月の24日今回は日曜日だと思いますけれども、日降り神事という全国的にも珍しい、そして幻想的なそういうお祭りがありますけれども、この日降りをし、茅に松明をつけてお出迎えをするという行事なんですけれども、その行事が何々という大切な出来事の一つになっています。その何々というのを今回のクイズにしたいと思っておりますので、どしどしご応募していただければと思います。まあ、ヒントとなるのは男性の神様と女性の神様のある儀式なんですね。はい、もうそこまでヒントが出てくればお分かりかなと思っておりますけれども今月も、とてもいいプレゼントをご用意してますので、ぜひ皆さんご応募ください。よろしくお願いします。今月の、ようこそ市長室は、2月1日から始まりました、証明書のコンビニ交付について実際に市長に体験していただいてご紹介いたしました。市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。クイズの正解者の中から抽選でオンラインショップアソモからベニアズマ1キロを2名様にプレゼントします。アソモの畑で育った糖度が高くしっとりとした食感のさつまいもで、蒸したり焼いたりしてお召し上がりください。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは3月8日金曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。マイナンバーカードを使って各種証明書を取ることができる店の名前は、の答えはコンビニエンスストアでした。たくさんのご応募お待ちしています。